鳥居岩尾線神社は、大阪府片野市にある神社。片野市の南端、天の川の渓谷沿いにあり、天の岩船と呼ばれる天の川をまたぐように横たわる、高さ約12メートル、長さ約12メートルの船形巨岩を、御神体としている。本殿はなく、巨岩の前に小さな拝殿があり、南側に、社務所がある。神社の起源は不明であるが、 アマテラスコクテルヒコ天が名機玉神、にぎはやヒソンが天の岩船に乗って、川地国川上の宝が峰に降臨されたとの伝承が仙台旧児本義にもある。肩の二勢力を保っていた、片や物のべしという物のべし冒険一族の氏神であり、一族が深く関わっていたと言われている。中世以降は山岳信仰や住吉信仰の影響を受け、現在も境内には、 衰弱神の住吉大宮の四体が連なる、本事物の石仏家や不動明王石仏家をはじめ、神仏集合の影響が色濃く残されている。1987年には、伴い林公平による二種の下避が伴い林、公平先生数形会により奉納され、一種は獄中で読まれた時世の句である、家事を無実りて逃れんよなられば、元仙さんも変えなかりけりで、 もう一種は、帰国宿と題され、神国は岩穂となりて動かねば寄せては返す。沖の白波とあり、同年の12月17日に、当時の住吉大社宮寺、西木安氏の記号によって、境内の巨石の裏に混流された。神社のすぐ横を岩船街道が通っている。かつては、国道168号線の一部であり、大阪府片野市と奈良県生駒市の県境近くに、 位置する神社付近では、道路幅が狭く、すれ違い渋滞の名所だった。川幅も巨岩がまたぐほど狭く、過去には度重なる天の川の氾濫により、社殿、宝物などの流出が続き、防災上のネックとなっていた。1997年に、道路改良工事と河川防災工事が進行し、岩船神社に入る手前で道路と河川がバイパスされ、道路は、 新しい岩尾線トンネルを河川は天の川トンネルをくぐることとなった。現在では路線バスや付近の住民などを除き大半の車がバイパスを通行している。神社付近は赤日の静けさを取り戻している。ありがとうございます。